寺を通る寺を通るから1925年9月15日は、明治、大正期の法学者、アジア主義者。兄に、天文学者、寺尾久し。弟に、司法官、小野龍太郎。養子に、商工賞官僚寺尾進む、女優、東山千恵子。福岡藩士、寺尾木平次の次男として生まれる。藩校友館に学んだ後、 1876年7月、司法商法学校に入学し、ボアゾナードに刑法を学ぶ。後に、寺尾の養女となる、東山千恵子の父の渡辺徹は、法学校の同窓であり、寺尾の妹と結婚している。1884年7月に卒業後、判事を経て、1891年9月に、東京帝国大学教授となるが、直後に欧州に留学し、 フランスにて国際法に転校する。1895年9月の帰国後に東京帝国大学に国際法、国際司法の教授として復職する。翌年には外務省参事官を兼務した。1899年3月法学博士を授与される。1903年6月には有名な七博士意見書においてロシアとの早期改戦を唱えた。早くから アジア主義を唱えて、孫文や、ラースビハリボースなどの支援にあたる。特に孫文が、侵害革命を起こした際には、帝国大学教授の職を捨てて現地に飛んで、孫文の補佐にあたり、こと破れて孫文が日本に亡命した後もこれを、支援した。1925年、脳一血のため死去。服部トリが、自転有名人の死亡診断近代編付録。 近代有名人の新一覧19ページ。ありがとうございます。